皆さんこんにちは、今日はね、皆さんに、なんて言ったらいいのかな、大変ね、嬉しいあのニュースというかね、ご報告があって、急遽ね、動画を回してます。まあ、今日ね、6月21日なんですけど、今日ね、朝から非常にね、ハッピーなニュースが届いて、まあ、感無量というかね、頑張ってきてよかったなっていうことをね、実感するタイミングっていうのがね、訪れてます。で、どういうことかというと、まあ、ちょうどね、5月に公開された NHK のね、ドキュメンタリー ETV 特集ね、タイトルが市民と核兵器、ウクライナ危機の中の対話ということでね、まあ、5月20日にね、放送された内容で、で、まあ、その数日後には再放送もあって、で、まあ、少しね、時間が経ったんですけど、まあ、それの続編というか、まあ、非常にね、このドキュメンタリーが、大きなね、反響、好評を得てるみたいで、まあ、ゼレンスキー大統領ね、が訪問された G7 のタイミングで、まあ、放送されたっていうのもあるんですけど、まあ、もともと、NHK 様の方とね、まあ、これを作るというか、撮影するにあたって、まあ、このタイミングをね、NHK の方が選んでくれて、そしてまあ、この G7 のタイミングっていうのは NHK の方も選ばれてたんですけど、さらにね、それがまあ、ゼレンスキー大統領が来られたっていうことで、さらにまあ、そこに拍車がかかって、大きなね、波になって、そして内容もね、非常に日本の方がこれを見て、いろいろ考えていただけるようなね、内容にもなったし、僕自身がこの核のことであったり、おじいちゃんのね、思い出であったりを噛み締めながら、自分の気持ち、考えをね、整理するようなものにもなったんですけど、これがね、実は、どう言ったらいいのかな。まあ、日本にはね、ギャラクシー賞という、まあ、非常に名誉な60年間ぐらいね、続いてる、まあ、例えばそのドラマの中でいいものであったりとか、CM の中でいいものであったりとか、テレビ番組の中でいいものを、まあ、選ぶ名誉なね、賞があるんですけど、なんとですね、5月、2023年5月度の、ギャラクシー賞の月間賞に、この ETV 特集、市民と核兵器ウクライナ危機の中の対話がノミネートされました。はい、ということでね、これまあ非常にまあ僕もね、ギャラクシー賞って何度かね、耳にしたことはあるような、まあ、本当に大きくて本当に名誉な賞なんですけど、まあそれの5月の月刊賞の方に、まあ自分がね、制作に携わって出演もした、このドキュメンタリーがまあ見事ノミネートされました。でこれね、まあまずね、このプレスリリースっていうのがあるので、これね、ちょっと開けてみるんですけど、これちなみにね、発表されたのが6月20日でちょうど昨日なんですよね。で、今日ちょうどメールをいただいて、発表2023年5月度ギャラクシー賞月刊賞っていう風に出てて、日本の文化放送、放送文化の、向上を願い、テレビラジオの番組関係者を祝うギャラクシー賞、今年で61年の歴史を誇ります。で、ギャラクシー賞テレビ部門では、ギャラクシー賞活動の一環として毎月自主的に番組を推薦する月刊賞を、認定しております。今月の月刊賞は別紙の通り発表いたしますので、各母体でお取り扱いのほどお願いしますということでね、これまあプレスリリースなんですけど、まあ、この中に ETV 特集が入ってると、まあ非常にね、嬉しくて、で内容は、旧ソ連時代は核兵器保有国だったウクライナは独立後核兵器を放棄した、しかし核を保有していなければ今回のロシアの侵攻は防げたのではと考える国民は多く、日本生まれの、主人公ボグダン・パルホメンコも同意見だ。アメリカの元国防長官ウィリアム・ペリーなどと、世界の、方と、まあ、話を交えながら、多様で切実な核
兵器議論が展開されたというふうにね書かれてるんですけども、日本生まれ、まあまあほぼほぼね日本生まれですよね。まあでも嬉しいです。なんか日本代表みたいな言い方になってますけど、でこれね、明細は月刊誌のガラックという、まあ、2023年8月号にね記載されるということなんで、またそちらもね見てみたいんですけど、まあ非常にね嬉しいというか、まさか自分が携わったねドキュメンタリーがこのような評価いただけるっていうことはもう夢にもね思ってなかったので、ちらっとね3日4日ぐらい前に、まあ、NHK の方からギャラクシー賞の話は聞いたんですよね。それでまあ月刊ノミネートされると、でこれね月刊ノミネートされた作品の中から、まあ、今度入賞作品というのが来年の、3月か4月ぐらい、にまあ、このギャラクシー賞というのがあるので、まあ、そちらの方で発表されるということ で、まあ、月刊賞に入るだけでも非常に名誉なことだし、まあ、もしかしたら分かんないですけど、もしかしたらギャラクシー賞ね入賞っていうのも果たすかもわからないです。これはねまあでもどちらにしてももうすでにねこうやって評価されたっていうことは非常にね僕は良かったなっていうふうに思うし、非常に嬉しいことだし、まあ非常に楽しみというかね、これからの展開非常に楽しみにしてます。でまあ今回ねNHK の方がまあチームでね、今回の番組を作られて、まあ、10名ぐらいのチームなんですけど、そのチームの一人としてボグダンソンの名前をね制作陣の方に入れさせていただきたいということでおっしゃっていただいて、まあ、非常にね出演だけじゃなくて制作の方でも自分の名前がね出るっていうのは僕は非常に1年そこらぐらいしかねこの報道活動っていうか発信活動をしてこなかったんですけど、まあ、非常にこの1年近くね1年ちょっと頑張ってきたことが、まあ、こういう風にね評価されて本当に頑張った甲斐があったなと思って、いろんなね辛い気持ちだったりとかそういうことを、まあ、乗り越えて、まあ、制作っていうのを進めてきたんですけど、やっぱり本当に苦労してよかったなっていうふうに思うし、ちょうどね6月24日が僕の誕生日なんですけど、神様からの一つのプレゼントかなって思っちゃって、非常に朝からね気分がすごく盛り上がるような内容になってます。でまあこの、NHK のねドキュメンタリーなんですけど、どうもね英語版も出るみたいで、まあそちらの方はねまた出る時に発表ねさせていただくんですけど、まあ非常にね良かったなっていうふうに思ってて、やっぱり頑張ってくれると誰かがねお天道様が見てるって言ったら変かもしんないけど、まあやっぱり良かったなっていうのは正直すごく思うし、まあ自分がそこにね携われたっていうことは非常に嬉しいことだし、やっぱりそういう素晴らしい機会をねディレクターの方プロデューサーの方がね提供してくださったっていうことは僕としては非常に大きなやっぱり神様からのプレゼントかなっていうふうに思ってます。僕自身もね皆様とのおかげで、まあ、こうやって YouTube 発信をねずっと続けられてますし、メディアの方にもねちょこちょこ顔を出させていただいてるんですけど、まあやっぱりその中でもこういうねドキュメンタリー、本当に本格的なドキュメンタリーに携わることができるっていうのは非常に嬉しい一つの大きな成果かなっていうふうに思ってます。僕自身ね ETV 特集っていうのをまあいろいろ勉強する中でNHK さんの中では、まあ、一つのね実験場みたいになってるみたいで、まあ、いろんなねドキュメンタリーの形、いろんなスタイルっていうのを、まあ、この ETV 特集の中で、作っていくと、トライしていくという内容になってるみたいなんですね。なのでまあそこの中に自分がね入れたっていうこともやっぱりその挑戦を続けるねディレクターさんプロデューサーさん、テレビ局の方がいて初めてね成り立つものだなというふうに思ってるので、まあ、そこの中に自分がねこうやって参加できたっていうことは非常にありがたいことだなというふうに思うし、まあ、そこで得た経験をね今後
自分が作るね、例えば YouTube の動画であったりとか、まあ、人生のね経験の中で非常に有効にね活用したいなっていうふうに思ってますので、まあ非常にね嬉しいニュースだったので、まあ悲しいニュースがね最近ダムの決壊とかいろいろ続いてますけど、まあ皆さんにね少しでも笑顔というかなっていただけたら嬉しいなっていうことで、まあちょっとね緊急でね動画をね回してます。前ね働いてた会社で悲しいニュースよりも嬉しいニュースの方が早く発信しないとダメだぞってずっとね口酸っぱく言われてたんですよね。なのでまあ僕ねやっぱりこういう嬉しい動画っていうのは早くね発信したいなっていうふうに思って今ね緊急撮影しました。皆さんがねずっとやっぱり応援サポートいただいたおかげで自分がね、ずっと活動を続けられているのかなというふうにずっとね感じていますので、まあ、この場をお借りしてね本当にいつもありがとうございます。ということでね、今回はギャラクシー賞月刊賞ノミネートされましたということでね、嬉しいニュースを、撮影させていただきました。皆さん今日も見てくださって本当にありがとうございます。では皆さんまた見てね、バイバイ。